残ってないと思います。はい、はい、渡り鳥がやってきておりますので、カモですね。白鳥がいることと思います。白鳥おりますよね。どうでしょう、見える？見える？白い、白い洋服をしております。白鳥でございますけれども。はい、では函館本線はね、渡りますね。はい、函館本線をこう渡りました。で、前に見えているのも湖でございます。これが大沼湖。はい、大沼湖でございます。大沼湖でございます。あと、右手でございます。ほら、白鳥見えるよ。もうここに来ないから、はい、ちょっと振り返っていただきたいと思います。はい、白鳥見ていただきました。あ、見えた？見えました？はい。いや、ここ、ね、ここだけですよ、怒ってないのが。あとはもう30センチから50センチの厚い氷でございます。で、ここ発電所が近くにありますからね、だからあのところにそのこう発電所のねお湯が流れてくるということになりますので、で今川を渡りましたのでね、橋あったから橋の下が川となりまして、大沼の水、小沼湖の水を行ったり来たりするということになります。はい、ということで、もうそろそろ皆様降りていただくところ、大沼公園駅が見えてまいります。そこで降りていただくんですけれども、まあ、必要なお荷物はお持ちくださいということでお願いいたしました。で、また降りた場所に集合でございますからね、そちらの方に、まあバスが迎えに参りますので、そちらの方の場所をこれから確認していただくんですけど、これ今函館本線見えてましたよね。で、この右手の前、これ右手に小さな建物がございます。はい、大沼公園駅でございます。はい、大沼公園駅でくるっと回って、それから、こちらの方の横の方にバスをお付けいたします。そこのところで、皆様あの車の方、止まりますから、ここで降りてください。このように雪がたくさん積もってますからね、滑りますよ。はい、滑りますから、どうぞ歩くとき、降りるとき、歩くときご注意してくださいませ。では、この駅のところですね、ここにバスがお迎えに。